はい、この動画ではイラストレーターで文字を入力する方法を解説してみたいというふうに思います。で、イラストレーターではですね、線とか図形といったね、イラストを描くだけではなくて、文字の入力っていうのもできます。で、やり方としては非常に簡単で、この動画見てる方でも、文字の入力はできるという方は多いとは思うんですけども、一応ですね、イラストレーター入門ということでこの動画のシリーズ作ってますんでね、この文字の入力の仕方というのもね、動画に残しておきます。じゃあそれではね、文字を入力をしたいときは左側のツールパネルのこの T というボタンですね、文字ツールのボタン、こちらをクリックをして、で、このね、描きたいところでマウスをクリックします。はい、そうしたら、これ画面で見てもらっているように、このカーソルが入りますので、ここで文字を打っていきます。例えば、イラストレーターと言って、で、この文字を確定するときはですね、選択ツールとかをクリックしてもらえるといいと思います。はい、そうすると、こういった形で、こういうバンディングボックスって言って、この文字の周りにこういうね、四角い点々がこうつきますんで、こういったところね、バンディングボックスをこうドラッグでこう引っ張ってあげると、文字のね、大きさを大きくしてみたりだとか、あと、この中ですね、文字の中でこうドラッグすると、この位置をね、こう変えたりとかっていうのも、こう自由にできます。なので、比較的この文字の入力もイラストレーターは自由度が高いので、オフィス系のソフトですね、ワードとかと比べてもですね、非常にこう自由に文字が作れますんでね、例えばチラシ作ったりとか、あとこういうポップを作ったりだとか、なんかポスター作ったりだとかっていうような時にですね、うまくこの文字ツールっていうのも使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。動画をここまでご覧いただきましてありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5Days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、いろんなソフトウェアのね、使い方とか、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたら、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますので、この動画の下の説明欄にその申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらをね、クリックしていただいて、動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5Days の中で、あなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。